皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、Get Ready With Meを撮っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあメイクしていきたいと思います。まずは日焼け止めを塗ります。そういえばまたネイルを変えました。昨日の夜塗ったんですけど、この色めっちゃ可愛い。なんか赤なんですけど、ちょっと透け感のある赤っていう感じで、これシャネルの、ベルニロングトゥニュのウォーターメロンっていう、ちょっと何番か忘れちゃったんですけど、ウォーターメロンってやつなんですけど、めっちゃ可愛い。ほんともうそんな名前の通りスイカって感じのカラーで超可愛い。じゃあ下地塗っていきます。なんかほんともう夏っていう感じのカラーでめちゃくちゃ可愛いです。これシャネルのネイル、ほんと発色も良くて乾きも早いし、すごいお気に入りです。じゃあファンデーションしていくんですけど、最近ね、私この2つを混ぜて使ってるんですよ。これが普通にファンデーションなんですけど、こっちが MAC のハイパーリアルセラマイザーっていう美容液なんですけど、この美容液がね、結構あの化粧崩れを予防してくれたりとか、保湿力与えてくれたりとか、すごい優秀なんですよ。これをワンプッシュルツ取って、ここら辺でちょっと混ぜて、これを肌に塗布して塗っていきます。私はいつもこの歌舞伎ブラシで塗ってます。手とかでもすごい綺麗についてくれるんですけど、私はちょっとこれで時短このフィットミーのファンデーションすごい崩れにくくて好きなんですけど、これがね、セミマットかな肌になるんですよ。なんですけど、私ちょっとツヤ肌が最近は好きなので、ツヤを与えるっていう意味でもこのセラマイザーを混ぜてあげるとすごい綺麗なツヤが出てくれるので、とってもお気に入りです。最近はもうもっぱらこのやり方でファンデーションしてる。あと何よりね、このセラマイザーマジで香りがいいんですよ。ホワイトリリーだったかな、なんかの香りで。最後メイクの仕上げにちょんってちょっとツヤ出したいところに使うっていうのもありらしいんですけど、私はもうこのファンデーションに混ぜて使っちゃって、めっちゃ綺麗じゃないですか、このツヤ。フィットミーでちゃんとカバーもしつつ、このセラマイザーでツヤも出すっていう作戦。はい、じゃあこんな感じでベースメイク完成。そしたらアイシャドウ塗っていきます。まずこの明るいカラーを塗っていきます。ちなみにこのネイル昨日塗り替えたんですけど、今日はですね、ちょっととある雑誌の撮影があります。そうなので、ちょっとネイルもしっかり塗り替えていこうと思ってこのネイルにしました。でもほんと真夏の午後の撮影なので、このネイルがぴったりだなと思ってこれにしたんですけど、ちょっと今日は撮影なので気合を入れてメイクをしていきますでは次この色を塗っていきます。またインスタとかでお知らせしようと思うので、ぜひ待っていてくださると嬉しいです。なんか雑誌の撮影とかって私あんまりないので、撮影自体がそんなにないんですよ。こういう YouTube の撮影以外のスチール撮影ってですかね、写真の撮影が本当にあまりなくて、最近ちょっと前までは私自分のブランドのモデルを自分でやったりとかしていたので、やる機会とかはあったんですけど、最近は本当にもうなくて、やる機会が。だからなんかこういう写真の撮影の時とかちょっと緊張します。本当にプロのモデルさんってすごいなってつくづく思う。 YouTube のこういう動画の撮影とかって、私は自分でこうやって置いて撮影してるので、こっちにモニターがあるから確認しながら撮れたりするし、まあ、一人の空間だから、今もねすっごい噛んでたんですけど一人の空間だからなんかそういうのとかも自分一人だし、後からカットできるしみたいな。だからなんかこう気楽にやれるんですけど、雑誌の撮影とかって、まあ、もちろんね、こう人に撮ってもらうし、自分がどんな感じで写ってるとかわかんないじゃないですか。でもそのお洋服を綺麗に見せるポージングだったりとか、自分を綺麗に見せる角度とかもう理解されてるじゃないですか、モデルさんたちって。プロの本当にそれがすごいなっていつも思う。よし、じゃあアイラインを引いていきます。ちょっとアイラインは集中しちゃうかも。最近また私リキッドで描くようになったんですけど、アイラインを。緊張する、リキッド。やっぱ液だから発色がいいから、ちょっとでもはみ出したらすぐ色ついちゃうから、ごまかしが効かなくて緊張します。最近はブラックのアイライナーでちょっとキリッとした目元を作るのがマイブームです。
私左右で多分目の形が違うんですよね。なんか左の方がちょっと垂れてる気がする。で、蓋幅も違うから同じように引いてるつもりでも左右対称にならなくて難しい。どうなんだろう、なんかもう左右対称すぎても人間ってあんまりこうガチで左右対称ってあんまりいないと思うんですよ。逆に左右対称すぎるとどうなんだろうと思ったけど、普通に多分美人ですよね少しのズレがあるからこそ人間っぽいのではないのかな私顔の輪郭の左右差だけは本当になくしたくて、なんかね左の方がね多分ここが長いんだよな。でここも長い。なんか右の方がちょっとシュッとした印象あるんですよ。まだ左がなんかもたついてる感がすごいあって、これを めっちゃ直したいんですけど、こういうのって何で直すんだろう。でもなこれに関してはもう骨からの問題だと思うのでどうしようもないんかな。最近はリキッドアイライナーで目頭のところも塗っちゃいます。こんな感じ。よし、今ねちょっと撮影なんでなるべく綺麗にしようみたい。よし、じゃあまず絡めていきます。てかそうだ、最近私 SNS 見てて思うことがあるんですよ。なんかまあさっきもいろいろこう対象とか言ってましたけど、本当に SNS 見てると綺麗な人が多すぎる世の中こんなに綺麗な人もいるんだと思って、別に病んでるとかすわけじゃないんですけど、まあでもやっぱそういう人たちってみんなすごい努力をしてるんだろうなっていうふうに思うんです。なんか美容が好きな方とかがすごいいろんな美容のことについてあげてくれたりするじゃないですか。もちろんめちゃくちゃ助かるし、わからないことばっかりだし、あ、こんな美容方法もあったんだとか新しい発見につながるんですけど、なんかもう本当にいい意味で情報量がめちゃくちゃあるじゃないですか。だからその中から自分がやるべきなのは何かっていうのを見つけるのもすごい大変だなって思うし、あと私これ一番SNS 見てて最近ずっと思ってたことなんですけど、忙しすぎるもうやることが多すぎる。本当になんか今までだったら本当にもう代表的なケアっていうんですかね、スキンケア、肌のスキンケア、お顔のスキンケアやってボディークリームとか塗ってみたいな、まあ、最低でもその2ステップはやってたんですけど今までも。あ、なんか まつげの調子が悪いかも。まあ、ヘアケアもかやったりとかしてたけど、まあ、それ以外にも例えばこうやってまつげのね、まつげ美容液とか角質のケアとか、まあ、リップケアもそうだし、眉毛のメンテナンスとか、まつげのまつパーとか眉毛拭きます。別にそんな強制的に絶対にやれみたいな感じで言われてるわけではないし、まあ、やろうって思って自分がやってるのはまあ確かにそうだそうなんですけど、あ、みんなこういうのもやってるんだとか、なんかこうよりいい意味で言うと自分の美意識とかはすごい上がるとは思うんですけど、もう本当に忙しすぎる人間ってこんなにやることあったのみたいな。一日中そんな美容をしてもられないじゃないですか。ちゃんと仕事もしてとか、ちゃんと遊んでとか、いろいろあると思うんですけど、それにプラスアルファでこういったなんか美容やろうと思うと、もう逆にやんなくてよくないってなるぐらい、ありがたいことに情報量が多すぎてもう頭がパニック思わないですか。なんか自分の知らなかった美容とか、あ、みんなこんなところまでケアしてるんだとかっていう情報が簡単に目にできる時代だと思うので、そこに自分が悩みとかがあったらすごい助かるとは思うんですけど、それをもう本当にコンプリートして全部やろうと思うとマジで忙しすぎるなって思いました。やることが多すぎて、この部位はこのクリーム使った方がいい、でもこの部位はこのクリーム使った方がいい、こういう肌悩みがある人はこれを使った方がいいとか、人間ってこんなに大変手のかかる生き物なんだみたいな思ってきました。まあ、でもそんなこと言うなら別にやらなくていいじゃんって思うかもしれないんですけど、でもやりたくなっちゃうんですよ。なんかで、まあなんかそういう美容を一個気をつけ始めるとどん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 ここもここもって気になってくるんですよ。ここはこのケアをして、ここはこのケアをして、お風呂上がった後まず第一にやるべきことは何なのか、スキンケアなのか、まあ、次美容液なのか、ヘアケアなのか、ボディークリームなのか。特にお風呂から出た後とかも忙しすぎません？
で、しかもなんかこういうのって別にゴールもないわけじゃないですか。追求していけばしていくほどどんどんやることも増えてくるし、この前も友達ともちょうど話したけど、忙しすぎないみたいな、やること多すぎないみたいな言ってて、みんなもそう感じてたんだ、よかったと思って、なんかこれが普通なのかなと思ったんですよ、人間のみんなこんなにケアしてんのと思ってたんですけど、やっぱそう感じるよねと思って、いろんな情報がある中で特に優先してこのケアは絶対欠かさずにやってるみたいなのがあったら教えてほしい。私はなんだろうな、まあもちろん顔のスキンケアは絶対にやるな、一番自分でも目にするところだと思うし、人からも見られるところだと思うからやるんですけど、逆になんかあんまり目に入らないところとかのケアもしておかないと、なんかいざ例えば季節的に夏とか露出が増えると思うんですけど、そういう時期になった時とかにその今まで見えてなかったところが例えばすごい荒れてるとか汚いとかってなると、それもそれで嫌だなみたいな、なんか見えてるところよりも恥ずかしいみたいな、余計に普段見せない部分だからこそとも思うなと思って、なんか何を優先してやったらいいんだろうってすごい最近思う。でもまあこれから夏は特に脱毛とかしっかりやんないとなって思うけど、脱毛したらまたちゃんと肌の保湿もしなきゃいけないし、しっかり日焼け止めも塗らないといけないし、忙しすぎるでメイクもやって、今どうやって時間使ってるんだろう。でもなんか自分のそういったケアとかをしてる時って自分のためにやることだし、すごいこう自分を大切にできてるなって思うから、嫌いではないんですけど、そのやることがとりあえず多すぎてもう頭が混乱します。チーク塗ります。チーク私このシャネルのなんかリキッドタイプっていうのかな、こういうやつ使ってるんですけど、すごいあの密着もしてくれるしツヤが出るからすごいお気に入りです。急にメイクの話に戻るまあそう、でも最近その私が SNS 見てて、最近っていうかまあちょっと前からうすうす感じてたんですけどなんかずっと思ってたことだったので、多分こうやって話したことあんまりなかったと思うから今日話してみようかなと思って、これを話したかったために動画を撮ったまである。私はみんなのその価値観というか、みんながどう思ってるのかなっていうのがすごい気になって、あとはその何を優先してやってるかっていうのもすごい気になるので、よかったらコメントしてくださいでも多分これ思ってた人も少なくないと思うな。よし、じゃあハイライトはこれを使います。でも私はこれからの時期日焼け止め生活が始まると思うとすごくめんどくさいという気持ちがあります日焼け止めって塗るの忘れちゃうし、1日塗らなかっただけじゃ変わんないかなって思うけど、ちゃんと紫外線ダメージ受けるし、でも日焼け止めって高いじゃないですか。とにかく1回で使う量もなかなか多いし、全身使うってなるとねすごい大量に使うことになるから服も大変。でも UV ケアは大事って人生の先輩の方たちも口を揃えて言ってらっしゃるので、やらないとな。なんか飲む日焼け止めとかもあるじゃないですか今。ああいうのってどうなんだろう。絶対そっちの方が楽じゃないですか。だって全身塗る時間と溶剤みたいなの飲む時間比べると圧倒的に飲んだ方が楽。よし、こんな感じでメイク一旦完成。あ、違う、あとリップか。リップはちょっと着替えてから塗ろうかなと思うので一旦着替えてきます。はい、ということで着替えました。こんな感じです。じゃじゃん。今日はあの私服の撮影なんですけど、 T シャツを使ったコーディネートっていう撮影なのでこんな感じにしてみました。でね、最近買ったこのハンキーパンキーっていうブランドのこの下着なんですけど、これちょっとこんな感じでパンツから見せるのがすごい可愛くて、これをまあチラッと見える感じでポイントにコーデ組みました。でこの T シャツもすごいお気に入りのやつです。よし、じゃあ髪の毛やっていきます。ちょっとプチハプニングがあって時間が少なくなってきちゃいました。あ、その前にリップ今日これ使おうと思います。ガム&の JL ティント22番ってやつ、ポメロスキン、これを塗ります。ツヤ系のリップで色が結構ヌーディーな感じで可愛いです。なんかすっぴんの時とかでも使えるぐらい本当綺麗なヌーディーな色で、香りもね、何の香りだかな、イチゴかな、何かで嗅いだことある香りこんな感じ。よし、じゃあ髪の毛やるぞ。あと15分もないぐらいだから急がねば。今日も巻かずにストレートな感じでいこうと思うんですけど、最近顔周りを
外にちょっと跳ねさせるのにハマっていて、レイヤーが入ってるから外にピンってやるとそのレイヤーが目立って可愛いんですよ。てかなんかトリートメント朝やったらそのトリートメントが残ってて、今束感が出てる。自然に浸透しきれなかったのかな。たまにありますよねこういう日。何なんだろう。例えばね、この前ストーリーで髪の毛何色にしようかなみたいな感じでエフェクトあるじゃないですか。あれでなんかいろんなカラーを試せるっていうか、いろんなカラーになるやつをやってあげたんですけど、結構寒色系が多かったかな、みんなからの評判的には。でも私もねちょっと今やりたい色が一つあるんですよ、夏に。だから次はちょっとカラーを入れちゃおうかなって思ってます。今までずっとブロンド系だったんですけど、ちょっと一回カラーで遊んでみようかななんて思ってるので、お楽しみに。何でしょうクイズ。でもなんか私のやりたい色とみんなのそのこれいいんじゃないみたいな推しカラーっていうのかなが一致しててびっくりした。見透かされてると思いながら。でここまでできたら、ちょっとこの顔周りを外にこんな感じでサッと跳ねさせる感じで適当に、もうこの辺ほんともう適当にやっちゃう多分コテでもやれるんですけど、私はもうめんどくさいのでストレートでやっちゃう。今私はこれをやりながらバッグは何にしようかなって考えてる。バッグ決めてなかった。そういえばディーゼルのあのミニバッグにしようかな、ホワイトの。最近天気が悪かったんですけど、今日は天気がもうちょっと曇ってるけど雨ではないのでよかった。こんな感じかな。よし、髪の毛も OK です。はい、ではバッグこちらにしました。ディーゼルのミニバッグです。ちょっと時間がもう出なきゃいけないのでごめんなさい、いつもバタバタで。ちなみに靴は赤のウエスタンブーツを履いていこうと思います。ということでこんな感じでちょっとバタバタでしたが、ゲットリーズに撮っていきました。いつもね本当最後バタバタになってごめんなさい、私の時間の管理不足なんですけど。でもちょっと今日はね予期せぬプチハプニングがあったので、本当はもうちょっと落ち着いてエンディングも撮る予定だったんですけどっていう言い訳です。ということでちょっと本当に時間がやばいので行ってきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます、頑張ってきます。